ロイドごはーんの時間がやってきました。イエイよっ。はい、はい、ユイレーンの、うん、はい、あさと駅に、はい、到着しました。はい、ここなんか結構ね、ヤギ料理とかね、うん、後ろにね、結構こういう風に見るとヤギ料理の店が見えるかな。ちょっとハレーション起こしますね。はい、ヤギ料理の店がね、何軒か並んでて、うん、なんかすごいね、うん、沖縄に来たっていう感じがね、本当はね、一気にします、うん、そうだね、はい、ここで、うん、教えてもらったお店に行きたいなと思うんですけど、はい、はい、それは阿部くん、なんて店でした？ウリズン。お、一回で答えたじゃないですか。ボケませんよ、僕は。あれじゃん、なんて店でしたっけ？ウリボー。マジで？それは理由ボーや。いやいや、マジで、マジでって。マジ嘘に決まってるじゃん、冗談に決まってるじゃないですか。ボケに引っかかりました、はいはい、ということで、はい、ユイレールのあさと駅の出たところで、はい、今ちょっと収録をしております。はい、はい、それでは行ってみましょう。行きましょう。はい、はい、もうちょっとね、うん、今日はこっちじゃなかったですね。はい、行きましょう、行きましょう。値段のクソですね。あ、こっち前と同じですね。前もここだったね。前もここだったです。久々の、こっちのここで食べたものの中では、うん、俺ね、ドゥルテン、あれすっごい好きで、ここは何だっけ、豆腐魚なんだっけ、あの小さい魚が乗ってるやつ。ああ、ね、これね、そう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 、スクガラスのこれが好きなの。これなんか、いや、じゃあこれとご飯にする。食べさせてや。オリオンビールでしょうかな、うん、で、結局頼むのは、チ、入りチ、読みにくこれさ、知ったら回らない。そうだね、チ、入りチ、うん、あと、魚天ぷら、はい、うん、と、ドゥルテン、あ、ドゥルテン、これ大好きなんですよ、うん、ゴーヤーチャンプル、ゴーヤーチャンプル、はい、プーチャンプル、プーチャンプル、私大好き、プーチャンプル出してね、はい、ジーマンと、うん、はい、行きまして、はい、これやめたんだったっけ、はいはい、うん、これだって、あとこれも行ってるね、はい、中身中身、ブルーアカシ、ブルーアカシ、スクガラス、スミミバー、ミミバー、チキラメ、はい、ということで、はい、しましょう。炒め物、スーチキンの炒め物なんしてくれ。いや、あかんでしょ、ちゃんと言わな。ヒールファーとスーチキの炒め物、はい、はい、あと中身入りチ、はい、スクガラス、豆腐、ミミガン刺身、はい、ドゥルワカシ、チキアギ、もう書くものが大変みたいです。久しぶりのウリズムですね。前回沖縄来たら行かなかったもんね、うん、あ、そうか、うん、そうか、ここね、うん、何回か沖縄何年か行ってるけど、うん、
2回目ぐらいじゃない、このロイドで行くの。3回目とか。あ、でもそんなもんだね、うん、それぐらいですよね。それ以上は行ってないね。え、阿部くん今なんか妙にこう推しが強いじゃない。そう、人の数を聞いていたから俺は全然覚えてないです。さあ、うん、まあ、オリオンビールって沖縄のビールでしょ、うんうんうん、カクテルビールベースとか言ったけど、カクテル泡盛ベース、おお、シークワサー、サンピンチャー、はい、サイダーカクテル、マンゴーカクテル、パッションフルーツカクテル、これも行ってみたいな。いいね、気になるね。さすが。実はね、サンピンチャーがすっごい好きなんですよ。あ、そうだよね、いつもサンピンチャー飲んでるんで、うん、ということで、うん、明日からサンピンチャーまみれになります宣言、はい、サンピンチャー、うん、創業1972年、うん、年中無休だって。あ、そうなんだ。休みないんだ、すごいね。知らなかった。年中無休っていうことは正月もやってるんでしょ。そうだね、すごいね。ここ有名なんですよね、うんうん、知らんかった。ウリズムから旧暦の2、3月頃の季節を表す沖縄の言葉。へえ、そうなんだ。やっぱこれ大事ですね。はい、では乾杯。乾杯。オリオ、はい、しりしりです。はい、食べてみます。うまい、うん、シリシリしてる。これね、弁当の中入ったら最高や、うん、このね、ツナとニラとが入ってますね、ここ、うん、うん、ね、でもツナがポイント高いね、うん、ツナってさ、子供とか嫌いだもんね、うん、そうな、うん、生のマグロが好きやったけどな。やるな、ツナってマジで、うん、言ってみたい。やるなって別に僕はツナ缶で育ちました。これはそういうドゥルワカシ、うん、で、これがウィニガーの刺身ね、うんうん、で、これが何だったっけ、スクガラス、うん、これの食べ方、うん、ご存知ですか。知らないですね、え、うん、まずこれを、うん、半分に切って縦に、で、これを、うん、そうそう、で、それを次こう横向きに切って、うん、切ったやつに一つずつこの魚を乗せて食べるらしいんですけど、うんはいはい、食べるのは、うん、頭から尾に向かって食べるらしいです。頭から口に入れる、おー、ね、今聞きましたよね、うんうん、これさ、尾から食べたらなんか引っかかるとか言ってましたけど、うんうん、すごいことを聞きました、うん、イエイ、知らなかった、うん、来ました、ジーマミ豆腐です。ドルワカシ、ドルワカシね、うますぎるで、うん、これね、うん、自分の今まで食べた料理の中でも、うん、トップ手に入る。うわ、めっちゃ柔らかそうだもんね。いや、柔らかいとかね、味付けがね、私、里芋好きだからね、モルイは好きだから、うん、男の人あんま好きじゃないかと思ったけど、ね、うん、好きなんだね、すごい、うん、じゃあ、ここにしとります。 あと、ジーマミもいけるわ。ジーマミだと、うん、ピーナッツでしょ。予想通りうまい。おでもね、これね、うん、予想覆されるんですよ、いつも。それほど、そう、いつ食べても、うん、初めて食べたみたいな。すごいね、それは。でも、分かる気がする。いろんな味するんだよね、これ。これ、すっごいうまいよ、ね、さあ、これ見てみようかな。どれどれ、スクガラス豆腐。スクガラス豆腐、はい、では、発明してあります。頭から、頭から、うん、口の中でギャップになってもうた意味ないやどう、うん、美味しい、美味しい、うん、でもね、うん、全然こっちの方がいい。あ、これね、うん、一押しです。これ一押し、どんどんいくね、やばい、うん、これは耳が、耳がもいってみます。うんうん、ぜひぜひ。うまそうだね、これ。美味しいと思うな。うん、歯ごたえがたまらんね。あー、わかる気
気がする。このドゥルワカシ地の道を着た後のね、それ意味あるんですか。歯応えのコントラストですよ。言うな、まこちゃん言うで。食通としてはどうや、チキ揚げですね。はい、この別名さつま揚げ。さつま揚げ。同じあスリムですね、お魚の。うん。チクラナ。チクラナ。うん。何でしたっけ。なんかピーノそれは。うん、なんだっけ。なんか。チキ。チキ揚げ。チキ揚げ。じゃあ食べてみます。はいはい。熱っ。熱っ。熱っ。期待通り。揚げたて。これ何の何が揚げてあるの。白身魚のすり身と、うん、多分野菜入ってる。あ、じゃあ赤いのは野菜なんですね。人参だそうです。はい、食べてみます。じゃあ、じゃあ、はい、じゃあ行きます。ここはね、誰もが通る洗礼を受けてもいいし、うん、あ、でもどうも入ってるね。うん、思ったよりね、歯応えがかなりしっかりしてます。うん、うん、うまいよねこれ。そう、なんか小田原のあっちの方のすり身って、はいはいはい、ふわふわしてますよね、卵白とか、うん、なんかね、あんまりそういうこう入ってるんだろうけど、そんな甘いもんじゃないって。そんな感じじゃないんだ。ないんだけど、自分も食べてますね。じゃあ、まこちゃん行きますか。じゃあね、僕はちょっとフラメンコロイドが猫舌ってなっちゃうとこう舐められちゃいますよ、今日のバンドに、うん、ちょっとこれ一口で。あれ一口で、一口でいく。はい、うん、持ったら結構テカテカ油がしてるくらいかいくよ。せーの。おい、うまいな。これさ、味わかるの？うん、これ、味わかんないよね。ほんとに。ハフハフ、おいしいか言ったらハフハフ。おいしいかって言ったらハフハフ。ほら、これね、うん、ロイド史上ここまでなったことないじゃない。そうか。これね、結構すごいよ。声にならない声が。はい、グルテン来ました。グルテン、グルテン、まだなってます。食べてみて、食べてみてって。じゃあグルテンこれね、うん、阿部くんちょっとやめるけどポイントがね。あ、はい、熱い。誰も頼んでないよね。ということで、ドルテン行きますか。うん、はい、行きました。うん、じゃあ、ドルテン行ってみますか。はい、どうぞ。はい、うん、ですけど、いただきます。はい、ドルテンね、開けてもすっごいうまい。うん、でも自分はドゥルワカシの方が好きかな。うん、あ、そうね、うん、ちょっと硬くなるなんかね、沖縄の、うん、本当の沖縄料理やってね、人に聞いたことあるんですよ、この水野さんのが。うん、うん、でも本当美味しい、うん、これ食べた、自分が頼んだやつ食べてない、うん、ちょっとあのけど、うん、頭からいきます。うまい。口の中にひっくり返らない、うん、こっちはね、息が悪くてひっくり返らなかったけど、あのこのね、豆腐の豆腐よ、豆腐の柔らかいのと豆腐よじゃないよ、あと、あ、しまうの知ってますよ、天然ですよ、ちいびき、食べてみたいと思います。はい、ニラや、あ、そうなんだ、これニラや、ゴヤチャンプルもうまい、うん、苦くないね、うん、あの中の綿がさ、うんうん、苦いって聞いたことあるけど、
なるほど。あのわさをちょっと取れば苦くないらしい。マコ食べる？うん。うん。あ、本当だわ。なんか硬くて苦いだけのゴーヤとかあるけど、これね、まあ切り方もうまいけど、味がすごいしっかりして、ただ苦いだけじゃない。何言ってるか分からなかったです。ただ苦いだけじゃない。ほのかな苦味。はい。お上手。魚天ぷらやってきました。はい。これなんかソースにつけて食べるんですね。うん。結構薄めのソースね。ゴーヤの天ぷら。うん。かわいい。あ、このゴーヤ苦い。あ、そう。うん、全然油乗ってない。ねえ。これさ。うん。ささみの天ぷら食べてるみたい。淡泊なんだね。淡泊、うん、と数値機の炒め。うん。で、スーパーって何だろう。ね。これは、数値機やろ。ヒルスーパーってのはどれなんだ。うん。ただの人参よりも歯ごたえが、うん、シャキッとしてるっていうかね。うん、美味しいです。美味しい。うん、味が濃い。ポロ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 。沖縄人参らしいです。今の時期しか食べられない。うん、本当ね、うん。全然違うもん、色も。日本の人参は、うん、もっと赤いですよね。赤いですよね。黄色っぽいですよね。うん、確かに。ごぼうと人参の間って言ったら、歯応えが違う。間みたいなもん。間みたいなもん。ね、そういう感じですよね。うん、グラスがやってきました。はい、泡盛りましょう。泡盛りましょう。そうだ、なんか氷ました。はい、12年もの、うん、味がわかるか。あやちゃんちょっと見えます。表現力のプレッシャーかかります。ナサ、うん、ありがとう。なんか独特な気はする。うんうん、本当は水で割るんだよね。水で割ったり、サンピン茶で割ったり。あ、そう。サンピン割るとか、ウコン茶割る。沖縄そば。はい。白いご飯がなかったの。イエーイ、白いご飯が沖縄そばに変わりました。はい、がっついてます。一気にがっついてました。ぐるーっと空っぽ。美味しかった。ありがとうございました。はい、はい、久しぶりのグリーズン、グリーズン、いい肉、いい行ってきましたけど、うん、はい、どうやった？やっぱ相変わらず、うん、というか、うん、思ってたよりさらに上を行くうまさだった。ああ、本当にね、今回何回も食べてるドルワカシ、うん、ドルワカシやばい、感動しました。いやー、本当うまかった。うまかった。おかわりしちゃったね。あの、おかわりしてほとんど食べてよ俺。名前はさ、豆腐の上に小さい魚が乗ってる、あれもね、なんとかガラス、そうそうそう、そこガラス、美味しかったです。俺のあれね、いまいちなんですよね。言ってたよね。そう、あやちゃん何が一番？ね、あーでもやっぱりこうドゥルワカシかな。あ、ドゥルワカシうまいよね。うん、うん、で、あとはなんだ、この時期にしか食べられない人参とゴボウの間の島、はいはい、沖縄人参、長い名前のやつね、うん、あれうまかったですね。うまかった、美味しかった、うん、ということで、はい、はい、それぞれ、うん、トイト3人、うん、満足しました。大満足。はい、これから沖縄のライブ頑張りたいと思います。はい、おそれではここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。